はい、お疲れちゃんです。えいかママです。今日はね、最初にね、さっきね、本当にさっきなんだけど、 Facebook で Zoom の請求が、すごい来たっていう人の記事を見て、それをシェアされてるのを見て、でママも Zoom の確認をしたら、やっぱりその設定になってて、なんかね、 Wi-Fi じゃなくて電話でなんかつながるみたいになってて、でそれをの電話が有料で海外の電話を使うみたいな感じになってるので、でそんな設定をした覚えはみんな全くないんだけど、なんかそのバージョンアップをこの間あったでしょ、 Zoom で。それを2回ぐらいあったんだよね、Zoom のバージョンアップが。それをした後に勝手にその設定になってるみたいなんですよ。要なんていうのかな、その人が調べた結果で、ママを調べたらやっぱりその設定になってて、で請求もその方は20万ぐらい請求が来てたっていうので、ママもすぐ調べたら、結局いつも定額で、あの有料会員の本当に有料の金額しかかかってなかったんだけど、今回初めて、ただほらクレジットの決済だからさ、請求が一番最新で7月末なので、いつもは7月16とか17、毎月16か17日に1800円ぐらいのその有料会員の部分しか払ってなかったんだけど、今回初めて7月末日に1万4404円かな、なんかが引き落とされてたんですよ、クレジットで。で8月分はその翌々なのかな、だからまだその明細が来てないので、8月9月今日、今さっきそのダイヤルを海外の止めたけど、結局今日は10月の6、今日何日、7でしょ、だから8か8まではその有料で、あの海外の電話とつながってるっていうことだから請求がされるわけだよね。で特にママは9月の連休とかに、あのNLP のヒプノーセラピーで毎日8時間ぐらいこう使ってたりもしたから、ちょっと請求が怖いんだよね。でそれをさ、どこに連絡していいかとか、チャラにすることができるのかどうかっていうのはよくわからない。とりあえず不当な請求だっていうクレームだけはクレジット会社に連絡したんだけど、それ以降はまだしてないのね。それがどうなるかわからないし、みんなもその被害に遭ってるのに、多分これから気づく人がほとんどだと思うので、そういうことがあるということをぜひ、知っていただきたく、お話ししています。その設定の仕方とかは Facebook を私がね、ほんとシェアさせてもらったんだけど、でも多分ね、みんな多分アップしてると思うから、調べればわかるんじゃないかなと思うので、 Zoom を有料会員の方はぜひチェックしてみた方がいいんじゃないかなというふうに思います。でね、前にね、なんだっけな、トランプさんが、TikTok を、使えなくするって言った時に、Zoom も中国のものだから、そういう情報を取ってたり、そういう個人情報を盗んでたりするから Zoom も使えなくなるみたいな感じで一部放送され、なんていうのかな、報道されたんだよね。でその時に、Zoom が使えなくなる、私結構 Zoom 使ってるから、じゃあ Zoom の代わりって何があるんだろうっていう風に、思ってたんだよね。だからちょうどその時に Zoom の代わりって何かあるのかな、探さないとなってふっと思ってたんだよね。だからそれはやっぱりメッセージだったんだなと思いました、今回のことがあって。これは信用ならないし、このせっかくね、使い慣れて、いろいろできるようになったから、使っていきたいっていう気持ちもあるんだけど、結構危険なんじゃないかなっていう気もするので、本当に何が一番、他にどういうものがあるのか早速調べてみないとなというふうに思ってます。やっぱりなんていうのかな、こう便利でね、助かる部分もあるけど、中国だからって意味ではないけれども、やっぱりなんだろうね、
やることが姑息というか、特にそういうクレジットで、今回のそのゆうちょの引き落としの、問題もいろいろあったじゃない。結局クレジットを登録することによって勝手にそこから引き落とされるっていうことがやっぱり多いので、そのクレジットを最初に設定するっていうことの怖さだよねみたいなものをやっぱり感じました。特にこれから金融問題、非常に私もねホワイトハットレポートを読んで、金融のリセットというか、こう何て言うんだろうな、金融界の掃除が行われると同時に、自分のその使ってる金融会社っていうか銀行も含めて、変わっていく可能性が高いわけだから、なんだろう、銀行に預けとけば安心とか、銀行に預けとけば増えるっていうことじゃもうないんだよねと思った時に、だからといって現金が安心なわけでもないし、本当になんかそういうお金の価値とか、例えば通帳に100万円ってあったとしても、その100万円っていうのは数字上であって、実際のお札じゃないわけだから、そういう例えばその銀行が使えなくなった時にその100万を下ろせないわけじゃない。そういうこうのと同じで、クレジットもそうで、信用、クレジットって借金だから信用の上に成り立ってるけど、結局その信用をこう使われて詐欺に遭うっていうこともこういうことなんだなっていうふうに改めて思いました。なんかすごくこう、私はね結構こういう一個一個ってメッセージだと思ってるので、こう、クレジットが使えなくなるとか、銀行が使えなくなるとか、なんかこう時代はクレジット、電子ペイペイとかね、そういう電子的なそういうウォレットに変わろうとしてたけど、でも実はそれは変わろう、なんかそれが時代なのかな、水瓶座時代なのかなって思ってたけど、そうじゃなくて、それは誰かのごく一部の本当に1%のお金持ちの人たちの策略だったのかもしれないよねって思うと、そこに乗っかってしまってた企業がほぼほぼで、その企業から私たちが乗っかっていたんじゃないのかなっていうふうにも思います。昔々、本当にクレジットカードが最初に出た頃に、クレジットは危ないから使わないとか、信用ならないとか、そんな風に言ってた親のなんかこう声が、うちの母親とか iPhone 使ってるけど、クレジットカードで引き落とすものは怖くて頼めないから、Amazon あゆかで頼んでみたいに言われたりすると、は？みたいな感じで 時代遅れ？みたいに思ってたけど、でもなんかそういうことが現実に起きてきてるというか、やっぱりこう架空の取引っていうもの、数字上の取引っていうものがどれだけ危険かどうか、そしてクレジットってもう明細書も来ないじゃない。だからさっきね、そのズームの請求のやつのニュースっていうかね、自分に入ってきた時に調べた時って、結局ネットでログインして自分の請求がどのくらい来てるかっていうカード明細を全部出さないと見れないわけだよね。でそれで見て、初めて見て、あ、本当だ、引き落としされてるみたいな。結局引き落としされてる金額もその明細のチェックも用紙が来ない限りしてないんだよね。だから、あ、やっぱりここがなんかこう狙い目っていうかさ、一個一個チェックしてないがゆえに、なんかまさかそんな不当な請求されてるっていうふうに思いもしてないから、そういう目に遭うんだなって改めて思いました。これからね、また8月9月の請求もちょっと気をつけて見ていこうと思いますが、皆さんも気をつけてください。もういくら請求来るかわからないし、どこにね、それを問題として挙げていいのかもわからないので、またいい情報あったら教えてください。ありがとうございました。またね。